ちゃん。はい、皆さんこんばんは。で、今日はケーキハウスアラスカさんの方にお邪魔したいと思います。今日は美味しいフルコースを食べさせていただきということで、本当に楽しみにしています。それでは店内の方に行きたいと思います。お邪魔します。はい、今日はですね、とっても素敵なですね、店内をぐるっと見ていただくと、本当に素敵なプランナー、まずですね、オーナーシェフでありますこちらの方、はい、ジュクルさんと、はい、ジュクルと申します。よろしくお願いします。はい、今日はレディースコースということで、こちらにじゃあ、ね、スープがまず最初に、ね、来てます。わあ、綺麗な中色ですね。はい、このスープは、どんなスープなんでしょうかね。はい、キノコのポタージュです。あ、キノコのポタージュです。キノコが入ってますね。はい、では早速こちらをいただいてみたいと思います。こちらのスープ、いただきます。なんかトロトロで、なんか優しい感じです。すごくお口の中で濃厚ですね。これはポタージュスープになるんですね。はい、本当にあの、何ですかね、このポタージュスープの中の玉ねぎとかキノコとかですね、たくさん入ってますね。レディースコースということだから、やっぱり女性になんか人気な、ね、女性はもう人気ナンバーワンですね。美味しいです。まろやかで、もう本当にお口の中にスーッと入ってきます。だし、ね、がもう本当に鶏肉の感じなんですけど、はいはい、鶏のブイヨンですね。はい、鶏のブイヨンです。で、玉ねぎの甘みと、ね、キノコが入ってますね。食感もすごく美味しいですね。で、まあ、寒い時はですね、温かいのはもう体が欲しますね。ではですね、こちら、じゃーん、はい、ステーキが、はい、来ました。これは宮崎産牛ですよ、皆さん。美味しそうですね、本当に。今からこれをちょっとチェックしたいと思います。ソースがなんか、ソースに、こちらは和風にやってますね。醤油ベースのソースで、こちらの洋風のグレービー、グレービーソースになります。で、こちらあの、マスタードとレホールになりますので、お好みでこうお肉に塗ってから食べてください。お肉に塗るんですね、はい、これ。レホール、初めて聞きました。はい、これをこう塗って。はい、少し塗って。はい。食べてみたいと思います。はい、いただきます。あ、ね、先ほどジュージューとこう、焼かれている音がですね、もう本当食欲がですね、すすられてきました。はい。今日はあの、ミディアムでこう焼いていただいたので、早速、いただいておりますね。もう柔らかいですね。すごく切りやすいし、はい、このまま行きたいところですけど、先ほどのこのレホール、レホール、はい、両わさびです。両わさびです、これ。そうですね、白っぽいけどわさびですね。はい、からしです。からしだそうです。はい。こちらはちょっとお肉の上に乗せていただきたいと思います。いただきまーす。柔らかいですね。甘くてですね、しっかりして
ても柔らかくてですね、美味しいです。これご飯をね、すぐいただきたくなりますけどね。ご飯のいただいて、ね、こちらの、少しつけて食べれたのもありますけど、こちらの、ソースがあるということで2種類、これをちょっとかけて食べてみたいと思います。何ソース？こちらちょっと甘い和風ソースですね。あ、そうです。はい。和風ソースですね。かけていただきますね。中はなんかこう、煮物ではないんですかね。玉ねぎのみじん切りペーストが入ってますね。はい。ペーストです。はい。はい、そして先ほどですね、この2種類のソースを用意していただいたので、まず玉ねぎのソースをですね、こちらにお肉につけていってみたいと思います。私が何種類もの味をですね、堪能したいなと思っていつもですね、いろんな味で体験するんですけど、本当にお肉がですね、すぐ切れちゃいます。これも柔らかくてですね、女性の方がもうそうですね、ベビースポーツのヒレの方が人気ありますね。あ、そうですね、脂身の、こちらがヒレになりますので、そうですね、非常に鮮やかで綺麗な色です。いただきます。うん、美味しいですね。何も喋らないぐらい柔らかくて、すごく入っていきますね。でもお肉もこうしっかりとしているし、ね、本当に食べ応えがありますね。先ほどのソースと違って、本当にあっさりとして、ね、食べることができます。ちょっとこう爽やかな酸っぱみもありますけど、このお肉の脂身と一緒に口の中で一緒になって美味しいです。野菜もなんかいろいろありますね。はい。人参と人参とジャガイモですね。はい。あ、ジャガイモですね。はい。もうジャガイモも本当食べたくなるような切り方ですね。もうオーブンで焼いただけですね。はい。焼いただけ。あと塩味だけです。あ、それが一番の素材の味がしっかり出てて、もうお芋さんを食べたいっていうもう醍醐味になりますね。レディースランチだそうですね。皆さんレディースコースです。レディースコースです。はい。ね、コースはもういろいろコースが、はい、いろいろございます。ヤングコースとかですね。はい、若者が喜ぶ。ヤングコースとなるとボリュームじゃん。はい、もうお肉が倍ぐらいの大きさです、ね。それを楽し
みですね。あの若い人なんかもベロって食べられるんじゃないですか、はい、ステーキに近い、はい、本当あのお肉がですね分厚くて本当にいいですね、食べ応えがありますよ、うん、すごい。じゃあこのちょっとお芋さんがなんか気になってしょうがないんですけど、私も食べてみますね。お芋さんいただいてみます、はい、でもやっぱちょっとつけた方が美味しいですかね。これはお肉だけ、はい、お肉だけもうソースぐらいでいいと思います。このままもういただく素材の味が美味しいという、はい、きれいに切れますが、でこんがりあの、ね、オーブンですかね、はい、やってます。焦げ目が少しついてるぐらいが美味しい、この甘さがですね、もう自然に出てきます。お野菜甘いですね。今の人だったらもう本当にですね、お野菜と一緒にこう交互に食べるのがね好きなので楽しみがありますね。はい、お肉をいただいてまたお野菜、付け野菜をこう交互にですね。美味しいです。ご飯もありますね。ご飯と本当は圧力した方がいいですよね。ご飯は、うん、サラダサラダをじゃあ、はい、いただいてみますね。サラダのもう一個も、はい、こちらドレッシングで、あのこちらですね、はい、夏栗はこちらはあのもう25年前から作ってるんですけど、はい、もうとろーっとなんかとろーっとしてますね、はい、玉ねぎとリンゴをベースに作ったドレッシングですね。玉ねぎとリンゴが入ってるということですね、はいはい、あの私リンゴが大好きなんですよ。だからこうでもなんか想像がしてきますけど、こちら秘伝のねあのお野菜のドレッシングだそうで、食べたらやみつきになるかもしれません。香りがすごくフルーティーなんですよ。リンゴとね、香りがします。どれくらいいただいてもいいんですかね。赤色の野菜がですね、農業家さんのトレミスを使っています。こちらです。農業家さんのね、非常に珍しいと思います。そうですね、イタリア原産ですけどね。イタリア原産なんですね、はい、トレビアビン、トレビスです。農家で一軒作ってる農家さんがおりまして、そこから直接買ってから、はい、初めての私も食感ですね、はい、トレビスです。いただきます。すごくシャキシャキしてます。美味しいですね。レタスのような、はい、うん、お肉に合うと思いますね。合いますね、これ、すごい綺麗な色ですね。無料化で、はい、栽培されることです。ドレッシングとこの野菜が合います。シャキシャキして、玉ねぎとリンゴってこんなに合いそうがいいですね。はい、甘くてですね、玉ねぎの甘さとこのリンゴの甘さがお口の中で広がります。玉ねぎは玉ねぎでですね、本当食欲が出るような甘さですね。はい、本当ちょうどいいです、リンゴとその玉ねぎの比率が。後で分量教えます。本当ですか、ありがとうございます。もうリンゴ大好きなので、お客さんに時々聞かれてからも申し訳あげるんですよ。はい、いいんですか、それでも。秘伝でも何でもないよ。ああ、そうですか。いや、もう聞いて帰りました、私。で、これ、ドレッシングに加えると食欲がどんどん進みますね。生野菜のですね、このシャキシャキ感。玉ねぎとリンゴがですね、ちょうど食欲、ほんとそそられます、このドレッシング。いくらでもこう、食べちゃいます。
ぜひですね、皆さんも食べに来られてくださいね。あのリリースコースが、あのコースですよね、はい、あすごくあのお昼すぐに来て食べられますよね。はい、お昼も夜も食べれますので。あ、お昼もやってるということですね、はいはい、こちらの、すごい、うん、本当にですね、お昼皆さんあの、ね、お友達と集まってちょっと食されてもいいし、お二人で来られてもいいですね。もう本当お肉にこだわられてますね。やったのが上手で、もうお肉はもうしっかり焼くこともできる。そうですね、しっかり焼くこともできますけど、よりもうどんないい肉でもしっかり焼くとちょっと硬くなりますね。はい、これぐらいの、私が今日頼んだぐらいの、うん、ミディアムぐらいですかね。そうですね、ミディアムレアぐらいがちょうど、ミディアムとレアの間ぐらいがおすすめですね。はい、私の舌がちょうどこの お肉がやっぱり好きということが、そうですね、分かっていただけたんですかね。はい、本当に好きな方はもうレアで、はい、やって食べられる多いですね。あ、そうなんですね、はい、レアで食べる方が本当に肉好きですよね。美味しかったです。もうあのお寿司もですね、本当にあのいろいろ種類がこうありますしね、もうドレッシングもこうねかけられて食べられるので、もういろんなあのお口直しで、まあ、いろんな味を堪能することができます。うん、ね、デザート、はい、あとデザートがあるみたいですよ。みんな楽しみですね。はい、皆さん、今度はですね、じゃじゃじゃーんとデザートですよ。これすごい綺麗、いちごですね。はい、いちご、いちごのレアチーズを作りました。レアチーズなんですね、はい、すごい、こちらでアイスとメズ、はい、のびおかさんのいちごをジャムにして作りました。はい、のびおかさんですね、皆さん、また、はい、のびおかさんのいちごです。これをこう潰してですね、ジャムにして、それをレアチーズの上にとろーりと、あ、間に挟んでます。この中に、あ、こちらの中に挟んでるんですね。はい、レアチーズとレアチーズの間に挟んでます。はい、それをじゃあちょっとこれを切って、なんかのスプーンでこう切って、はい、スプーンでこうすくって、はい。まあ、ぜひじゃあいただいてみます。はい、そう。これはもう女性大好きですよね。こちらでいいですね。はい、レアチーズが楽しみです、私。ほんとしてますね。あ、これ、これがチーズですね。はい。チーズソースかけます。見てください。レアチーズ、くるくるに。いただきます。すみません、美味しいしか今言えないですね、本当に。美味しいですね。うん、あの本当にチーズが濃厚で、今いちごソースがですね、本当にもういちごのもうフレッシュな甘さが口の中に入って美味しいです。これは合いますね、このいちごソースと。はい。ね。ね、あのチーズの方も柔らかいんですよ。火をかけて作られたんですね。これは秘伝ですか？いえいえ、秘伝じゃないです。もう本当自家製ということで、なかなかこのとろり感は、ね、作れないですよね。はい、うん、これ直前にも作られるんですか？もうずっと。そうですね、先ほど作りました。先ほど、はい、焼きたて、ふやほやですね。はい、うん、と濃厚で、このチーズ、ね、レアチーズが好きな方にはもうたまらないですよ、これ。うん、いただきます。
っとりとしてですね、本当に美味しい。本当にこのいちごって甘いですね。はい、盛岡はすごくいろんな、ね、食べ物が美味しいですけど、やっぱ食材の豊富さが、ね、はい、いろんな食材がございますね。本当にいちごとこのね、これが合うっていうのをびっくりしました。ソースがですね、本当にあのチーズケーキをそのままいただくっていうのはもう形がしっかりしてますけど、このあのソース感覚でこのスポンジですかね、はい、中に飲めるスポンジです。これと一緒にソースがこう、いちごソースがかかって食べるのはですね、僕女性は柔らかいものが大好きなので、美味しいですね。口どけも優しいですね、はい、こちらはなんだろう、こちらはアイスクリーム、ね、これもいちごのソースかけちゃっていいですかね。あ、はい、どうぞ。種類食べられます。嬉しいですね。バニラのこの甘さも変わらないですね。こちらも作られているんですね、はい、すごくですね、デザートがもうあの豪華すぎて、はい、あのステーキを食した後もですね、でもあの豪華だけど本当にあのスルッとこういただけますね。です、ね、今日はあの本当に、ね、堪能させていただきましたけど、あのこちらのアラスカさんは、ね、このメニューの他にちょっといろいろあるんですよね、はい、あのおつまみのメニュー、まあ、こちらにずっと書いてるんですけど、はい、ちょっと気になってですね、あのお酒を飲める方とかもこちらの香水でも召し上がる、はい、コースもいろいろございます。あの大豆豆から作るコース料理とか、はい、いろんなあのソースもいろんな種類に用意してますので、はい、はい、大豆豆から作られるそうです。でもあのどこかこうお花見とか、そういったあの外でもちょっと注文してから頼むってことも可能なんですね。こちらの中で、はい、大豆豆ですね、はい、こちらのお店の中で大豆豆、大豆豆っていうのはその突き出しですね。あ、はい、はい、付け出しのことですね、はい、付け出しのもいろんな種類があるということと、はい、あとおつまみも、はい、ね、たくさんここ見るとフライドポテトとかチーズフライとかありますね。とかもさん、ね、たくさん楽しめますね、はい、それではあの今度あのまたこちらのアラスカさん、いろんなのイベントとかこういったメニューを出しますよということは、何か考え、今後のことで考えていらっしゃることはございますでしょうか。そうですね、もうすぐちょうど20周年になるんですよ。4月の3日でちょうど20年になりますので、その時なんかちょっとしようかなと思ってますけど、そうですか、うん、まあ、楽しみですね。20周年もこちらね、出てくられているということはすごいなと思います。それではあの女性の方から、ね、子どもさんから男性の方もお肉がっつりいただきたい方から、ね、こちらのアラスカさんの方にぜひですね遊びに来てはいかがでしょうか。今回は本当にありがとうございました。あ、今日はですね本当に美味しいステーキをいただきましたね。先ほどの、コースですね、あの最後のこのコーヒーまでついてるそうですよ、ね、なんか味わい深いような本当に香りがいいコーヒーですね。ちょっといただいてみますね。うん、いい香りがします。いただきます。本当にですね、香りが格調高いコーヒーですね。うん、落ち着きます、もうデザートもお肉も食べた後ですね、本当に満足になりました今日は、このコースコーヒーまで入ってですね、ヒレステーキ と、ロースステーキのコースがありまして、ヒレステーキですね、金額がですね
ビーフ製ロースステーキコースが1900円です。そしてデニスヒレステーキ、先ほど私が食べましたこのヒレステーキのコースが2000円になります、ね、前菜からコーヒーまでついて、そのお値段、ね、本当にリーズナブルですね。まあ、すごくお肉がボリューミーで、ね、デザートも甘くてですね、アイスもついてるしチーズケーキもついてたので本当に大満足です。ぜひ皆さんですね、ご家族連れの皆さん、ご友人同士の皆さん、こちらのレストランアラスカさんへ遊びに来てくださいね。お待ちしてます。